IOC 国際オリンピック委員会は8日、IOC に加盟する国と地域の中で唯一、東京オリンピックに出場しなかった北朝鮮に対し、2022年末まで資格停止処分にすると発表しました。 選手団の派遣を義務付けたオリンピック憲章に違反したと判断し財政支援などを凍結しますただ来年2月の北京オリンピックの出場権を得た選手については個人資格の付与を示唆しました